こんにちは。今日はフレンチインテリアの基本の木、どうしてフレンチインテリアが素敵なのかっていうのを少しご説明したいと思います。フランス人にとってインテリアっていうのは、一生を目標にしていくもので、その人の価値観を表すものになります。お洋服を着るように、お家をどんな風に素敵にして、で作っていくかっていうのが、その人の人生観というかを表すような位置づけになります。その人なりのルール、哲学を持っていて、で、ぶれないですよ。なので、大量に生産された安価なものを選ぶにしても、必ず哲学があって、で、ストーリーがあります。時々店頭でも、私はここのメーカーの家具で揃えたのよとか、あと、こちらの家具を全部で揃えたいとかっていうようなことをお伺いするんですけれども、フレンチインテリアの基本というのはミックスです。なので、こうどこかのメーカーのもので全部揃えるとかっていうのではなくって、こう積み重ねていくっていうふうに考えていただいたらいいと思います。建物で例えるとちょっと分かりやすいので、皆さんどなたでもご存知のルーブル美術館って14世紀に作られたものなんですけれども、ルーブル美術館の入り口はこうよく知っているこうガラス のピラミッドの入り口になっていて、映画にもなりましたし、あと、パリの顔になっていますよね。あれはミッテランの時に30年ぐらい前に入り口を改修して、こう新しく作ろうということでミッテランを作ったんですけれども、アメリカ人 のアーキテクチャが作ったデザインしたもので、14世紀のああいう古い建物と、ああいうピラミッドのようなすごいモダンなものとの組み合わせは、もう私もすごく衝撃がかかったんですけど、受けたのを覚えてますし、あともう本当にパリでも賛否、フランスでも賛否両論で、けんけんごうごうの嵐だったんですね。あんなものを持ってくるなんてとんでもないっていう意見や、それからすごい革新的でいいんじゃないかっていう意見が飛び交っていて、でも30年経って、あれは本当にフランスを象徴するものになりましたし、そういうふうにフランス人っていうのはあんまり既成概念にとらわれずに自分たちのものを作っていくっていうふうに考えていきます。それがこれは建物ですけど、インテリアも一緒です。あんまり知られてないんですけれども、ルーブル美術館も行くたびに工事してます。で、その工事がもう本当に延々と続いていて、その終了の時期は未定だそうです。なので、もう本当に古いものを大切にして、そして新しいものを足していくっていう、そのフランス人 その一貫した哲学が現れているのかなっていうふうに思いました。なので、自分たちの住むうちも一生続けていくものっていうふうに考えていて、家を建てて家具を揃えて終わりっていうんじゃなくって、もうその家をどんなふうに変化させていくか、10年後にお子さんが大きくなられて、で家族構成が変わった時に、また作り変えていく。であと、カーテンですとか、あとソファのクッションですとか、布物に関してはやっぱり10年とか15年ぐらいが替え時になるので、そういう替えるタイミングでソファを張り替えたりですとか、生活のリズムが以前と変わって、自分のリズムでそれに合わせて住みやすい空間を作っていくっていうふうに考えていて、一生続けていくっていうことです。で、私たちも少しでも、お家を可愛くするっていうことを日々続けて、で進化させていって、素敵なお家を作れたらいいなっていうふうに思います。